いや、どうなるんだろうね、メタバースも。今結構さ、テレビとかでもさ、メタバースってこうね、特集とかされたりもしてるじゃん。だからやっぱメタバースってものが全然知らない人たちにも少しずつこう広がってってる。だからこのメタバース空間でもっとネラミーたちの VTuber 活動っていうのがどん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 広がっていく可能性はね、あるよね。メタバースは正直怖い。ほぼみんなネカマ。まあいいじゃない、それでも別に誰かに迷惑がかかってないなら。かかってたらあかんけど、でもライブやりたいな、やっぱり。親父にスパチャしたくない。そんなのわかんないじゃん。ラミーが おじさんかもしれないよ。みんなラミーちゃんのこと好きかい。おじさんだよ。わかんないよ、おじさんかもしれないよ。この声ももうボイチェンかもしれないよ。おじさんでも押すよ。おじさんでもホロライブ入れるの。いや、まあホロライブって大きくくくってホロライブなんだけどさ、まあこのホロライブ JP には確実にまあ女性しか入れませんけどね。え、あのホロライブにもうあのボイチェン使って入れますとかってなったら、後輩がおじさんっていうこともありえる。ちょっとなんかやっぱ気使うね。なんかあんまり圧とかかけらんないな。ちょっと怖いな。すいませんみたいな。ちょっとやっぱドキドキしちゃうからね。ホロスターズに行ってください。はい、それはそれで面白そう。いやー、どうなん。いや、まあでもないよ、確実にないよ。 100% 100億 % ないよ。あのホロライブ JP っていうか、ホロライブにあの男の人が入ってくるのは、だってもうあれでも着替えとかもその女子更衣室だもん。そこにね、やっぱちょっと男性が入ってくることはまあないよ。おじさん同士で押し合うってことは、いや、まあそういう人もいるじゃん、もう今現在。だってもうあの公認のボイチェン女性男性 VTuber の方もいるからね。そう、だからまあ別にいないわけじゃないからいいと思うよ、ラミは。みんなが 女の子の VTuber になって押し合う世界だっていいじゃない。まあでもなんかなんだろう、